皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回はドキマジョプラスの実況プレイをしていきたいと思います。ガンバガンバファイト。オッケー、それじゃあ休憩にしましょう。ふー、マホ練習頑張ってるみたいだな。あ、アクジさん、今のどうでしたか？元気があってなかなか良かったぞ。えへへへへへ、ありがとうございます。あ、ストーカー発見です。ちょっと待って、誰がストーカーだ？間違えました、ストーカー先輩発見です。変わってねえよ。アクジさんはストーカーじゃありませんよ。むむむ、ストーカー先輩ってば、いつの間にマホと仲良くなったんですか？まさか、餌付け。なことするか！優しくしてくれるんですよ。むぅ、ストーカー先輩、ちょっと仲良くなったぐらいでいい気にならないことです。ほらほら見てください、マホと千代の服はお揃い、ズバリペアルックなんですよ。いや、それはただのユニフォームだろ。しかも色が違うしな。くぅ、これならどうですか、これならどうですか、これならこれでどうですか。ほらほらどうですか、仲良しの千代とマホはこうやっていつもストレッチをしてるんですよ。ストレッチくらい授業でも普通にやるだろう。その程度で真帆の体に触れたからって、そんなもん別にどうです、羨ましいですか。自分正直に自分の気持ちを告白するんです。ほら言ってみてください、先輩。くっ、俺の負けだ。羨ましいぜ。ふっふっふ、千代はいつだって真帆とスキンシップを取ってるんです。ちょっとやそっとでストーカー先輩には渡しませんよ。みんな集まって。ち、邪魔が入ったみたいです。ストーカー先輩、今日はこれぐらいにしておいてあげます。おいてあげます、これぐらいにしておいてあげますね。アクジさん、また後で。くっ、ちょい悪がこの程度で負けを認めてしまうとは。というわけで今回はこの辺でドキマジョプラスの実況プレイを終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。